すみません、空いてたんで勝手に使う。ここに来るとは珍しいな。部活の関係か？はい、活動報告せ。そうか、大変だな。別に、先輩よりかは全然大したことないですよ。ちょっと聞きたい。先輩って何のために戦ってる？私の戦いは食材だ。昔も今も変わらない。私は何のためとか本当言うともうないです。父さんのこと分かっちゃったし。ただそれでも父さんの残したものをせめて私が消せればって。なんで戦うかなんて最初に考えなきゃですよね。なのに私、今頃になって初めて真剣に考え。仕方ないさ。けどみんな違いますよね。シャドウを倒して勝つって、それだけでいいんだって。何が？自分でも次の満月でいよいよ最後のシャドウだし、考えてるうちに終わっちゃいますよね。そうだな、次で全て終わるよ。そして普通の学園生活もある。そろそろ生徒会の委員が来る頃だ。話なら後でも聞くの。あ、いいんです。すいません、お邪魔しました。We'll be right back.
帰ってきたか。Thank you.
Just with me.
1週間で満月だよ。いよいよ今回が12体準備はいい？ここまで長かったのか短かったのかけれど思い出話を、じゃ終わったらまた会いに来るよ。くれぐれも。
You gotta tell me you don't come over.
帰って
Oh.
最後の作戦で、まあけどたった半年ちょいでいる。あなたはどう？だよね。俺的には暇してるよりかは全然、いろんな人にも会えたしさ。そうですね。無駄なことは一つもなかったさ。力を得て2年半、悪くない時間だった。真田さん、2年半って長いですよね。あ、アイギスはもっと長いか。私はほとんど寝ていたので、実稼働は極めて短いであります。霧城先輩はいつからやってんですか？確か真田さんよりもっと前。うん、最初は私一人だった。もっともその頃はまだ作戦もなく、ここもただの学。先輩も理事長から誘われて？いや、私は幼い頃から影時間への適性があった。以前父の指揮するタルタロス調査の一団がシャドウに襲われたことがあってな。傍らで見ていた私にその時ペルソナが覚醒したんだ。そんなことが。私は安定制御下。あの日私に覚醒が起こらなければ今日のみんなの苦労は。先輩、どの道誰かがやっただろう。敵は放ってはおけないんだからな。そうだな。
連中にとっても最後の砦だからな。予想はしていたが、あいつら探す手間が省けたな。みんな今までよく戦ってくれた。これが最後の作戦になるだろう。いつも通り。今日で最後ということは無論知っていますね。あなた方はシャドウが災いを招くから倒すのだと言った。しかし命は日々無数に死んでゆく。シャドウなどいなくてもね。ペルソナ能力そのものは悪ではない。否定する理由本当は分かっているんでしょう。あなた方は影時間を消したいわけじゃない。そうすることで自分の中の何か本心の言葉とは思え、本当に愚かな人たちだ。影時間を消すということはあなた方自身を消す行為に、そんなことにすら想像が及ばないとは本当に愚かしすぎて、やはり私とあなた方とではわずかほども交わっでは、こんなしょうもない連中見とられへん。互いの力と運命とが残るべきものを決めるでしょう。Thank you.
覚悟しろ。行くであります。危ないですね。負けん。いるがいい。同じ力を宿す者、この力どうやら認識を改める必要があります、ね、うん。具合に体温まってきた。ほれ、待機。ペルソナレンジアップ。無理をするな。いるがいい。こんなこと、お内に追い込まれた。ほれ、しばらくの間お願いします。無理をするな。覚悟。与えられたわしは自ら与えられ、わしらは自然に目覚めたわけやない。体をお前らの死んだ仲間が持っとったやろ。神事の薬、出どころはお前らか。お前ら影時間が消えるっちゅう意味よう考えとるんやろな。なんか体験しても普通のもんは記憶から消えてまうけど、ジン、さて普通はこの辺りが潮時でしょうかね。しかしそうもいき、時の限られたこの体、力を失ってまで生きながら得るなど無意味。ならば私の生きた証、この地に立てるのみ。何をする。破れかぶれ、わかジン、すいません。でもこれはあなたが言うてくれた言葉です。お前らの勝ちや。行ってシャドウ、お前らの戦い。おい、ちょっと待て。捕まって恥さらすんは死んでもごめんや。よう見とけ、わしらの生き様。あの二人、バカ野郎。気にするな、自分から選んだ末路だ。まだ作戦は終わっていないぞ。ここからが本当の相手だ。今はそ、
ですが。あんなところにいられちゃ攻撃が。少しだけ待ってください。ちょっと調べ。We'll be right back.
アイニスもだいぶ弱っています。了解であります。レンジャーズ。
な。終了と言いますか。ああ。こういう場合、現場リーダーのトス、勝利宣言をお願いするであります。せーの。お疲れ様でした！あの、霧城先輩、明日の夜は祝勝会するんすよね。なんだ、気が早いな。もちろん、その予定だが。その、うまい寿司とか食いたいな。寿司か、いつ以来かな。俺はヒラメだ。あとウニも予約だ。じゃあ私中トロ。言わないとダメ？じゃあいくら予約で？ちょ、待ってよ！予約とかって多く。私は大トロ、マグロ、エビ、イカ、ホタテ、鉄火。取りすぎたー！つかお前、醜い争いだ。霧城先輩、一応卵も頼みます。寿司屋の実力は卵でわかるっていう。寿司屋の実力？たく、子供のくせに可愛くない。わかったわかった。それじゃあ明日は特上品を運ばせよう。マジっすか？はあ、これまで生きてきてよかった。順平は残ったかんぴょう巻きね。あ、まだ続いてんのかそれ。てか、かんぴょう。この景色ももう見納めなんだな。忌まわしいと思ったことしかないが、不思議と名残惜しい気持ちになる。そうだ、守ったんですよね、私たち。ああ、私たちのすべきことをちゃんと果たしたんだ。おはよう。こうして日の出てる時間に会うの初めてだね。
いい天気だね。今朝は本当に君にとっても、今まで集まってきた記憶のかけら、ついに全部つながっ、僕は僕自身の役割が、来たるべき時の音、本当は辛いことだけど、でも言うよ、お別れしなきゃ、君と、今だからわかる。君と友達になれたこと、でも奇跡は永遠には続かない。永遠だったらいいんだけどね。かもしれない。確かに永遠なんて、たとえあっても誰もそうだと確かめられない。そんなのないのと同じかも。君と会えたことは僕の宝物だ。たとえ今日が最後になっても、絆が僕らをいつ忘れないで。今まで楽しかった。じゃあね。けどまだかな。そういえばアイギスさんは、イクツキさんも、アイギスなら細かい調子がどうとかでラボへ出る。イクツキさんはその付き添いだ。あっこんな時でもラボに行っちゃうなんて本当。いらしたよ。お待ちしていました。終わったのだな、シオ。はい。皆も本当によくやってくれた。言葉もない。誰にも知られず称えるものもない勝利だが、これは紛れもなく偉大な功績だ。ありがとう。よく最後まで力を貸してくれたな。ありがとう。あ、いえ、そんな。すべての元凶であった十二のシャドウは、君らの活躍によってこれ以上は何も背負う必要はない。君らには若さの本分を謳歌する。今夜24時をもって、この特別課外活動部は解散となるだろう。戦いに身を投じる必要はもうない。明日からは大手を振ってごく普通の学生生活に戻ってくれたまえ。楽にしていいぞ。せっかく取ったものもある。遠慮しないで手をつけてくれ。やったー、ようやくだー。
ですが、記念写真撮りたいと思います。本当は昨日現場で撮ろうと思ってたんすけどね。でも影時間だってすっかり忘れてて見事に使えませんでした。現場でってお前戦いに持って行ったのか。そうっすよ。だって最後って分かってたわけでしょ。すいません、これお願いできます？どっかの観光客かっての。でもまあ写真ちょっと欲しいかも。さんとアイギスまだだっけ。ま、来たらまた撮りゃいいか。よし、ほんじゃあ撮るんで集まっ。では皆さんよろしく。おっしゃー、騒ぐな。二人とも映っちゃいますよ。おい、手をどけろ。なんだよみんな、もう食わねえの。あんたよくは。私だし。先輩たちは今はもういい。あ、食う？犬に生物やんなっつうの。お腹壊すでしょ。アイギスとイクツキさん、遅いな。もうすぐ。だよこれ。か、影時間がまた。霧城先輩、これ一体。わからない。可能性がゼロじゃないとは思ってたかな。実感あんまりなかったですよね。なんか聞こえない。これ鐘の音、どっから。行く月はなぜ何も言って、アイギスを連れたまま何の理由で遅れているのだ。ミズル、みんな出撃の準備だ。タルタロスへ向かう。あの、まだわからない。だが鐘の音はタルタロス。何が起きているか。イクツキさん、アイギス、あんたどうして。彼女は役目に従ってここにいるだけだよ。え？イクツキさん、これどういうこと。あなたは12のシャドウを全て倒せば影時間もタルタロス。そのために俺たちは戦って。
目的は何ですか？十二のシャドウを倒せば影時間、最初から知っていたな。さすがだね、キル。けど、ちょっと気づくのが遅かったね。騙してたってこと。すべて思わ、影時間もタルタロスも不良の事態で消えなかったわけじゃない。消えるはずがないのさ。何しろ今までの戦いはそんなこととは逆の。逆。十二のシャドウは魔兵。もともとは一つになるべきものだった。しかし、君たちが全てに接触したことで、それらは間もなく蘇り、滅びを呼ぶもの。デスと呼ばれた究極の存在がね。デス。何を言ってるんです。一体どういうつもりなんだ。絶望に満ちたこの世界に全ての終わりが来るんです。全ての死。しかしそれは何言ってんの。10年前、僕も研究者として計画に携わっていた。実験は暴走したが、影時間やタルタロスはそのせいで生まれたわけじゃない。あれこそシャドウの力の正しい現れなのさ。だから先代は集めたんだ。滅びを得るためにね。滅びを得るって。人は世界を満たし尽くし、真っ平らな虚無の王国に、もはや滅びによってしか救われない。予言書に曰く、滅びは王子の手により導かれる。そして王子は全てに救いを与えた後、王となって新世界に君臨する。10年前に試みた男は確信を知らなかった。しかし時を経て。狂ってる。マジで。まあ嘘をついていたことは当たり。でもあと少し黙って僕についてくれば、君たちも救済を得られる。死ぬのが救…ちょっと聞きたい。なんだい。10年前の父さんの記録、飛び散ったシャドウを倒せっていうあれも嘘だったってこと。ああ、あの記録は最も意に沿わない下りには手を改ざんしたのか。どういう言い方。君の父上武田主任だった彼は、当時の若い僕など知らなかった。ほとんどの研究者がシャドウの能力だけを見てた中、彼はでも惜しいことに、彼は滅びの素晴らしさまでは理解できる。何す。あれは命と引き換えに残された記録だったらしいね。役に立ったんだからよかったじゃないか。全部利用してたってことだよね。父さんのことも。私利用なんて言わないでくれよ。世界のためなんだ。しょうがないだろう。私たちの役目は残された過ちを正すことだ。遂行する。おい。まったく単純で理解力に欠ける。まあ子供なんだし仕方ないか。アイギス、さあお前の役目を果たすという。彼らを捕らえ、滅びへの生贄とせよ。
了解しました。どういうことだ。うわっ、何か、お父様。イクシキ、これは何の真似だ。見ての通りですよ。彼らには滅びの先駆けとして生贄となってもらう。これで予言書に示された段取りは全て完了だ。だと、ねえ、ふざけんなよ。貴様、もちろん。思えば先代も不幸な方だ。何を求めていたのか。世継ぎのあなたは10年。父は間違っていたの。死が人の救いだなど継ぐべき思想ではない。愚かな。あなたはもう邪魔なだけだ。アイギス。やめろ、やめてくれ。何をしているアイギス。私、10年だ。10年を先代の時とは違う。今度こそ、生贄どもを処刑しろ。終わりにしてやる。アイギス、まだ目覚まさねえのか。やるんだアイギス。そこないの人形が、これで、なんだ。このまで。なぜわからない。このままじゃ世界は長い年月をかけて腐っていくだけだ。新しい世界には滅びが不可欠なんだよ。すごい、すごいぞ、私は。私は次の世界の王になれる。もう少しで。どうしてこんな。
以前お父様は言っていた。私たちの代にまでリスクを負わせた責任は命に代えても果たすと。でも私はお父様に生きていてほしかった。私はこの人を守りたくて。だろうな。正直もう何が。新聞やニュースはもう盛んに騒いでますね。霧城グループ総帥急逝、病死ってことになってましたけど。ああ、いつも事実とは違う。霧城先輩さす一人娘だからな。総理から後継問題まで全てで矢面に立たされる。向こう1週間くらいは強行軍だな。なんかそれきつそう。俺らこれからどうしたらいいんすつか、千鳥とかどうなるんすか。どうもこうも一切通達なしだ。それどころじゃないんだろ。本音はおそらくグループの内部でもどうしたらいいかわからない。アイキス大丈夫だといい。んだよ、いいのか大人がそんなんで。ミツルが早期に行ってるからな。その影響もあるかもしれない。そっか、けどこれからどうします。影時間を消すどころか手がかりもゼロ。それらしい敵ももういないし。あの人の言ってた褒美ってな。もし僕らがあのまま生贄になってたら。わからないことだらけね。でもまあ悩んでても始まんないっしょ。状況とか今はわかんねえんだし。ただ一つ確かなことがある。タルタロスはまだあって、あそこにはまだシャドウがいるんだ。何が起きてもいいように力は鍛えておく必要がある。そうだ、あのね、理事長の私物のハードに映像が残ってて、消されかかってたけど、なんとか復元してみたの。きっとゆかりちゃんの大切なものだと思う。
ありがとう。後で見てみる。思想に見入られ変わってしまう。この実験は行われるべきじゃなかった。だから私は強引に実験。しかしそのせいで飛散したシャドウが後世に悪影響を及ぼすのは間違いないだろう。でもこうしなければ世界の全てが今破滅したかもしれない。頼むよ、くれぐれも警告しておく。散ったシャドウに触れてはいけない。この研究、私は止めることができ、悪魔に見入られた後藤氏の耳に私ごときの言葉は届かなかった。あれらは互いを食い合い一つになろうとする。そしてそうなればもう全てが終わりだ。もう一度言う。散ったシャドウには触れてはならない。これ本当の記録。いくつきがいじる前に父さん実験をと。僕はもうた最後に、これを見たどなたかが娘にゆかりに会う、帰るって約束したのにこんなことになって。でも父さんはお前と一緒に過ごせてこの世の誰より幸せだった。愛してるよゆかり。どうか。おっと。でも無駄じゃなかった。信じてたこと無駄じゃなかった。私は元気だからさ、随分かかっちゃったけど。私、それでいい。
ようこそ。お分かりかもしれませんが、あなたは…さて、お気づきですかな。あなたには大きな変化が起こり、日々の境遇も波立っておられるご様子だが、申し上げているのはそういうことではない。あなた自身の精神の変化です。今宵あなたをお呼び止めしたのは、そのこれからを進める際に一つだけ。覚えておいでですかな。我自ら選び取りし、いかなるけ何ごし、お客人が何を選び取ろうとも、わ、しかしあなたご自身は自らの行いに常に、たとえそれがそれだけでは。ごきげん。よー、千鳥。悪いな、ここんとこ来らん。いろいろあって、ちょっと。あ、どうし、そっか、高谷と仁ってやつの話さなきゃとは思ってた。千鳥の仲間だったやつと俺が戦う。そのことじゃんね。純平、純平はあと2年だったらどうしてる。2年、さあな、進路とかまだ決…てか、なんで。あ、そういや、千鳥最近は自分で傷つけちゃうやつ。え、ああ、そうね。よかったぜ、つか、こんな綺麗な手してんのに。え、あ、ごめん、そんなつもり。痛くて苦しい。純平が来ると前は楽しかった。いい気分になることもあった。でも今は全然。え、痛い、苦しい、こんなの我慢できない。なんだよそれ、全然わかんねえ。俺なんか嫌われるようなことした？訳を聞かせてくれよ。純平、もう来ないで。千鳥、どうして。
帰ってきたか。Shit.
はい。